これで合ってる、これここにこう貼り付ければ。佐伯、この資料完成したら明日から俺の企画に取り掛かれるからよろしくな。そうだね。どうした？全部消しちゃった。え？全部消しちゃった。ごめん。いや気にすんなって。もうやっちゃったことはしょうがないから、もう一回一緒に頑張ろう。あなた、私が手伝っても時間かかるだけかも。そんなことないって。助かってるよ。あなた、よし、もう泣き言言わないね。私、あなたの力になれるように頑張る。頼りない友達で終われないもんね。よし、どうすればいいんだ。どっから始めるんだ。最初からだろ。うん。仕事終わらない。今日は徹夜かも。え、始発で帰るね。お疲れ様。一人で徹夜大丈夫？大丈夫だよ、新たも一緒だから。だから心配なのに。佐伯、友達か。吉野、起きてたんだ。おかえり。レポート終わらなくてさ。結局リコも朝まで仕事だったの？そうなんだよ。それで新がわざわざ送ってくれたから、みんなで朝ごはんしようって言ったんだけど。え、新来てるの？急に困るよ、何も準備してないし。あ、でも結局帰っちゃったから大丈夫、心配しないで。リコ、そういうところ本当無神経だよね。何が？なんでそんなことできるの？え、なんで吉野怒ってるの？怒ってないけど、時々嫌になる。吉野、ごめん、言い過ぎた。ううん、
しいな。なんだよ、見てたのか。見てたよ。かっこ悪い。そんなことないよ。がむしゃらに登ってる姿、女の子だったら好きになってるんだろうな。そういうお前が全然思ってないじゃん。思ってるよ。必死に登ったって意味ねえや。こんなんじゃ全然。リコと何かあった？は？なんで最近？好きなんでしょ。なんで？いつから？わかりやすいからな、あなたは。マジか。気づいてたよ、ずっと前から。こんなに本気で好きになったの初めてなんだ。それ言ったら今までのは何だったんだって話なんだけど、目の前にいんのに手が届かなくて、おまけに向こうには初恋の相手も現れて、ビビってる。あらと、こんなにしんどいんなら早く告白しちゃえばいいんだけど、今の関係が全部壊れるのも嫌でさ。思うだけって結局何もしないのと変わらないんだよ。気持ちは見えないから、分かりやすく色がついてればいいのにって時々思うけど、あなたはひたすら登ってる方が合ってるよ。落ちたってまた登ればいいじゃん。見えないけど本当はちゃんと登った分だけ色がついてるのかもしれないよ。人のことロマンチストとか言うくせに、吉野も結構だよな。新たに会わせてあげたの。登ってる新たかっこいいと思うよ。この私が言うんだから間違いないって。吉野ありがとな。吉野のそういう強いところ結構救われんだよな。いい友達持ったな俺。よし、頑張ってみるよ。俺なりにだけど。うん。市原修二さんですか？あ、うん。誰？私、佐伯リコの友達です。ああ。単刀直入に聞きますけど、修二さん、リコのことどう思ってるんですか？あの子、高校の時から修二さんのこと初恋の人だってずっと忘れられないって言ってるんです。修二さんと再会してからだっていつも修二さんのことばっかり。それくらい修二さんのこと好きなんです。ごめんなさい、リコの気持ち知っておいてほしくて。突然すいませんでした。
修二さん、これどうすか？